健康と長寿の根源を語る04回、血圧の正常値とは何か第2回、結構深くなってまいりました。血圧というのは体が必要な血液を体中に流そうとしまして、それに必要な圧力を心臓で作って血液を送るということですから、一人一人がですね、正常な血圧を持っているんであって平均値ではないということを前回整理いたしました。まあ、普通我々が病気というときはですね、細菌とかウイルスに襲われた場合とかですね、それから自分で血圧とかコレステロールがコントロールできなくなったというようなことを病気と言うんですね。だから、この普通はこう病気というと、もう自分の体が少し狂ってるとか襲われたとかいうふうに、ウイルスに襲われたとかいう、そういう感じなんですが、現代の医学はそうではないと考えているのがややこしいんですね。つまりこの血圧についてはちょっとこう難しいんですけども、体が血圧を決めるときですね、体に必要な血の量は体が理解しているが、血管が破裂するのは理解してないと、全く考慮してないと現代の医師は考えているんですね。これが医師と患者さんの大きな認識の差になっているわけです。つまりお医者さんはですね、心臓はバカであるというふうに思ってるんですね。でしかもそれに加えて日本人はバカであるという、この2つを足し合わせましてね、血圧は低い方がいいという結論を今まで言い続けてきたわけですね。本当にそうか、本当に心臓はバカで日本人はバカかということを、もう一回ここで考えてみたいと思うんですね。ちょっと言葉は悪いんですけども、分かりやすいんでですね、人間の体は年を重ねると血管の中にカスが溜まってくるわけです。その量も結構バカにならないのでだんだん積もってくると、血管の太さが半分、太さっていうか中の断面積ですね、それが半分になることも珍しくないですね。そうしますと心臓は頑張りましてね、何しろ血圧が低いと血がいかないもんですから、血圧を上げるわけです。これが年齢とともに血圧が上がるという現象なんですね。だからこの時にお医者さんがどう考えるかって言ったら、もう心臓はもうね、血管が細くなっても血管が破裂するかどうかなんて心配してないんだと、もう無理やり血を全身に送ろうとしてるんだと、バカな心臓だと、こういうふうに思っておられるんですね。でもう一つの問題があってですね、ここの表を見ますとね、20代の男性の平均が123なんですよ。20歳代の男性の平均が123なんですよ。それは非常に人生で元気な時ですね。20代男性ですから、誰が見たって元気ですよ、正常ですよ。しかし高血圧学会や厚労省は120以下を指摘血圧、つまり一番適当な血圧だと言ってるんですから。ということはどういうことかというと、人生で最も元気な20代の男性の半分以上が高血圧という病気の状態だってことなんですよ。これはね、いくらなんでも私はね、医学が間違ってると、高血圧学会厚労省を謝ってくださいっていう感じなんですよね。いくらなんでも、もしも現在の寿命、80歳ぐらいの寿命でですよ、20歳代の男性の半分以上が病気か異常であると、高血圧症であるということになりますとね、一体健康って何なんだということになりますよね。私がこの根源を探るっていうことの一つはですね、寿命がもう一つあるんですが、こういうことが行き渡るとですね、本当に我々は健康についてどう考えていいか分かんなくなっちゃうんですね。失礼しました。ところが一方では厚労省とか WHO はですね、健康年齢というのを言ってて、大体70歳まで健康年齢なんですよ。だからね、これはやっぱり批判が出ますよね。血圧を下げるための薬を売るのが目的じゃないかと、だからこっちではこう言い、あっちでは逆のことを言うっていうね、そういう言い方をしてると言われても、これ仕方がないですよね。それで今度は人間ドック学会がどのくらいが適当な血液かという考えをやめてですね、これだともう変なことになっちゃうんで、健康な人はどのくらいの血圧かという、これは
機能的結論っていうんですけどね、まあ、どのくらい適当な血圧かっていうのは演疫的結論っていうんですけど、これは学問がかなり進んでないとダメなんですね。で、機能的に調査をしたと。そうすると150ぐらいになったということですね。それでもまだ55歳より年配の男性の半分以上が病気ということになりまして、これもちょっと低すぎるんですよね。つまり厚労省とか WHO が言ってる、いわゆる日本人の健康寿命はだいたい70歳までというのであればですね、血圧は155ぐらいまでが OK ということになるので、今回の人間ドック学会の150もまだちょっと低いかなと、まあ、実際147って言ってますから、まあ、それよりか 10ぐらい上げてもいいかなっていう感じなんですね。じゃあこういうですね、ひどい間違いですね、20代の男性の半分以上が病気であるという、そういう基準を出して高圧剤を山ほど売るということの根源はですね、人間の体が血管が破裂することを意識していないと考えていることですね。つまり60歳代の人の平均血圧は154なんですが、これを言えばですね、自分の血管が弱くなっていることを知らずに、ただ血を流せばいいと判断しているのだと。だから130とか120を超えるんだと。本当にその人のことを考えれば130まで下げなきゃいけないっていうのが、高血圧学会の判断ですけども、これは高血圧学会の方が心臓よりも判断が正しいっていう証明がいりますよね。ただ本当かもしれないんですよ。いや、実は私ね、高血圧学会が間違ってると言おうとしてるんじゃないんです。またこれも、昨日のショート論評で言いましたように、結論を言おうとしてるんじゃないんですね。考え方を言おうとしてるんです。本当に20代男性の半分以上が病気ということのでいいんですかとこう聞いてるわけですね。それから、自分の体の心臓はむやみに血を送ろうとしてると、頭がバカな心臓だと、これでいいんですかって言ってるわけですね。で、私はね、血流量についてのコントロールっていうのは随分分かってるんですね。交感神経の働き、腎臓の働き、酵素とかそういう働きがかなり詳しく分かっていてですね、どういう物質がどういうふうに血流量をコントロールしているかっていうのは分かってるんですが、心臓が血圧をどうチェックし、血管の破裂限界をどのようにして判断しているかっていうことは実は分かってないんですよ。分かってないんですね。学問で分かってないんです。だから心臓が血圧をコントロールするときですね、血管の破裂を意識せずに154にしているのか、それともそれを計算に入れましてね、血の巡りが不足するデメリットと血管が破裂する危険性を考慮して60歳の最適血圧を決めているのか、現在の医学ではどちらかとは分かってないというのが私の認識です。分かってるかもしれません。まあさらに勉強してみますが、私はですね、実は血管が破裂する限界と心臓の関係という論文を見たことがないんですよ。まあ、もしかして私が見てなくてもあるかもしれませんので、まあ、そこがですね、不十分なんじゃないかと思うんですね。まあ、血の巡りの方はですね、お風呂に入ったり、それからまあマッサージしたり運動したりすればですね、血の巡りは良くなります。で、それで補って血管の破裂の方を重要視しようという方針で、まあ、これも正しいとは思うんですがね、私は。ただこのなぜ154なのか、長寿のためには実は154の方が正しいのかということをですね、やっぱり医療の方は分かっていないというかですね、何か言ってくれなきゃいけないと思いますね。ですから私はですね、個別のお医者さんが経験で決めた方が正しいと思うんです。まあこの人はちょっと154だけど少し高めだなと思ったりですね、154だけどこれでいいなと思うのは、今のところまだ学問が進んでないんじゃないかと思うんですね。それからもう一つの問題は、もちろん皆さん多くの人が言うように、これは同じ共通のこの根拠に基づいてるんですが、正常血圧を今まで130というふうに一定にしてきた、年齢に関係なくですね。それから今後150というふうに決まってるわけです。昔はですね、年齢プラス90と言いましてね、これは年齢プラス90の平均値がという意味で、何が正常かを決めてなかったわけですね。これ研究が進んで正常血圧の概念が出てきたわけですよ。で、人間は年齢によって筋肉なんか衰えるわけで、
年齢に関係なく一定の性能を持たなければならないっていうのはほとんど珍しいんですけども、もしもですね、年齢に関係なく一定の性能を持たなければならないとしますと、年を取ると筋肉が衰えますからね、筋肉増強剤を使うべきであるということになるわけですよ。それはもう筋肉増強剤を作ってる製薬会社にとってはたまらないですね。大儲けできます。だけど本当にですね、人間は年齢によらずに一定の機能を持たなければいけないのかというとですね、これもですね、高血圧の方ではちゃんと説明しておりません。なんで血圧だけが年齢に関係なく130であって筋肉は衰えてもいいのかということについての十分な説明はしておりません。だって筋肉が衰えたり骨がボロくなってくると 転んで骨折してそのまま立ち上がれなくなることだってあるわけですから、致命的ですよね。じゃあですね、年取った人に筋肉増強剤と骨の増強剤を出すべきですよね。つまりですね、この問題は今の医療の実力から言えばですね、年齢別の平均血圧が正常であるとしてですね、それよりか少し血圧を低めにして、それから血管壁を強くし、まあ、血管のカスを取るような生活をするというのが前向きじゃないかと思うんですね。つまりその人にとっての異常な血圧というのを医師と十分に相談して決めるというのが正しいんじゃないかと思うんです。実はこのブログでこんなにしつこく血圧のことを書いてるのはですね、やっぱお医者さんもですね、相手があんまり知らないとなかなか話すのが大変なんですよ。ですから、まあ、血圧の本質とかですね、測定上の注意とか考え方を整理しておくと、例えば朝測るとか、興奮してるとき測るとか、そういうことじゃなくて、まあ、お医者さんに血圧、自分の血圧を言うときは平均的な値を言う。その平均的というのはどういう状態を測れば平均的かというのはこのシリーズの第2回で書いたわけですね。そうして、まあ、少し専門的ですけども繰り返してこの例えばブログを読んでいただければ、お医者さんと相談できるレベルにはなると思うんですね。この血圧の問題は非常に難しいんで、一応ここで一旦やめまして、全体として人間が健康を保つためというのは血圧もどうするかということもですね、合わせて少し整理をしていこうと思うんですが、まずはですね、この4回で一体血圧というのはどういうものか、今正常血圧と言っているのは何なのか、それはあくまでも平均であって年齢とか身長とかそういうの全然考えてないので、まあ私はあまり神経質になる必要はない。だけども血圧はやや低めの方がいい。もちろん減塩食事なんていうのはあんまり取りすぎるのも問題だと、まあそこら辺の基本をですね、知っておくということが健康を保つ非常に大きな要因の一つではないかと考えています。